はい、本日はですね、もう我慢ができない引っ越し決定ということでね、動画を撮らせていただきたいなと思います。ということで、いつもですね、洋服関係のお話をさせていただいてるんですけども、今後の僕の活動に関わるお話になっておりますので、今日はそういったちょっと洋服ではないんですけども、僕の活動的なお話をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。というのもですね、タイトルにもある通り、引っ越しをします。で、引っ越しするんですけども、何を引っ越しするんかというと、この今皆さんに見ていただいてるのって、僕のオフィスなんですよ。仕事場。でも仕事場だって、全部自分の自由にやってるから、仕事場でもあるけど遊び場でもあるっていうのが正しい表現なんですけども、これを今回引っ越しします。で、そもそもじゃあなんでそんなことを引っ越しするのと、実はこれね、第2代目オフィスなんですよ。で、第1代目オフィスっていうのはもうちょっとこれが出そうな感じのね、昔の建物でね、家賃もほんま35,000円でした。35,000円とこで、住んでるとこは別ですよ。住んでるとこは全然別やねんけども、そのオフィスを借りてワンルームでやってました。で、そっからそのワンルームやってて、よし行けるっていうのを4ヶ月で感じたから、こっちに引っ越してきました。で、こっちでずっとやってて、一軒家なんですよ。以前ね、こっちのとこにあると思うけども、ルームツアーっていうのをやったことあって、ほんまに一軒家、ちっちゃい一軒家を借りて勝手にオフィス化しててですね、ここには僕は住んでないんですけども、オフィスとしてやらせていただきます。だから、今後引っ越ししていく中でね、この間引っ越しの見積もり来てもらったんですけども、何がありますかって言われてね、冷蔵庫ない、洗濯機ない、ベッドない、住んでないんですって言って、で、風呂場とか何にもないからね、とにかく僕のとこにあるのは服しかないですって言って、確かに服すごいですねって言っててね、僕のチャンネル知ってくれてる方が見たら、これかーって感じだけど、全く知らない人がね、見積もりとか来るじゃないですか。なんですかこの服の量はってなってるんですよ。まさかこんなちっちゃいところにこんな服入ってんのって言われたんですけども、それぐらい、結構服があるっていうことで引っ越します。だから服が入らへんから引っ越しっていうこともあるんですけども、大きな理由としては、実は服が入らへんっていうのも一つの理由で、もう一つの理由としては、やっぱ新しいことを始めたいんですよ。もちろん YouTube は続けてやります。 YouTube はこれまで通り続けるし、なんかもうちょっとおしゃれになると思います。これ家やからあれだけど、オフィスはもうちょっとおしゃれになっていて、この後ね、どういうオフィスかっていうのを皆さん見ていただきますけども、もうちょっとおしゃれになると思うけども、やりたいことを増やしていく、やることを増やしていくと。だから YouTube はやります。で、ジャパンメディアも引き続きもちろん頑張っていきます。で、それ以外にやったら何やると、パーソナル診断、僕今勉強しに行ってるんですけども、人の顔とか人の、体の形によって何の服が似合うかって実はあるんですよね。肩幅が広い人には広い人の向いてるジャケットっていうのがあったり、狭い人には狭い人の着こなし方っていうのがあったりするんですよ。で、肌の色も、この肌の色には黄色系が合うけども、あなたみたいな肌の色やったら青系が合いますよとかっていうのが、似合う色っていうのは皆さん人それぞれあるんですよね。だから拓造が着てて、拓造が例えばこの色似合ってる、あ、ほんならめっちゃいいやんじゃなくて、自分に何色が似合うかっていうのをちゃんと診断してあげたいなっていうね、おこがましいんですけども、そういうサービスができるんちゃうかっていうことで、引っ越したらね、それができるんちゃうかと思って、今引っ越そうということで考えております。オフィスをね、で、家も引っ越すんやけども、家は家でまた後々言いますわ、 Vlog とかで、そうやってオフィスを引っ越していきますと。で、新しいサービスをしていきたい。で、だから、引っ越していくんやと。で、今の既存のやつはどうするの、今の既存のも大事にして、その上で新しいこともやっていく。じゃあなんでそんな力あんのって言われたら、既存の方は実は僕今現時点でスタッフ10名以上いてます。こんなふざけたことを言うて、ふざけた顔してるやつに10人の人がついてきております。で、ありがたいことにその10名の方っていうのは立派な大人でございます。子供雇ってるわけじゃないからね、立派な大人で、お子さんもいてたりとか、それで生活してはる方もいらっしゃったりするので、そういう方々が助けてくれるから、僕はもう一切動画編集、この動画もだけど編集はしておりません。サムネも作っておりません。だから僕は何してるのって、ボタンを押して喋るだけ、もうそれだけなんで、次新しいことやっていこうということでやっていきます。じゃあどんなオフィスになるんですかと、見ていただきましょう。まずここにズドンということで、外観はこんな感じ。実はもともとはラーメン屋でした。ラーメン屋の、僕はラーメン好きやからラーメン屋の居抜きに行ったわけじゃないですよ、ラーメン屋が好きやからラーメンの居抜きに行ったわけじゃないんですけども、実は引っ越しする引っ越しするっていうのは、このセカンドチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルでは以前から言ってたんですね。で、敷金礼金とかで123万円しましたわとかっていう話もしたことあるので、それ見ていただいてる方だったらご存知だと思うんですけども、引っ越しをしますと。じゃあどんな建物なんですか。実はこの後内装入れますので、内装入れたらまたガラッと変わります。ただ、今の旧モデルではこんな感じ。ついこの間内装業者と打ち合わせしてきた時の映像を皆さんに一緒に見ていきたいなと思いますので、まずは見ていきましょう。ドア開いてますので、ドア入っていきましょう。もともと飲食店、ラーメン屋さんやったっていうことで、こんな感じのなんかこう厨房が奥になってね、
ちょっとラーメン屋っぽい感じの、雰囲気になってるんですけど、この1階は基本的に、我が副社長である嫁蔵がいてます。副社長である嫁蔵が基本的にはいてると思うんですけども、実はですねスタッフの人もこれからあの出勤してきてもらったりするので、もう嫁蔵の出勤は減っちゃうかもしれないんですけども、そういったことで、またスタッフのことも言っていきますけども、まず一旦そのトイレなんか映す必要ないんやけど一応映してますけどね、変わった形のトイレということで映してます。でそこから2階に上がっていきましょう。ゾーンということで、あ、これも契約します。あの契約書お金も払ってるから僕あのここです。でね、上がっていきます。前回なんかこんなん撮った時には、契約できんかったんやけども、今回は契約しておりますので、ご安心くださいということで、2階はこんな感じで僕は2階に出ます。で、まずは物置、これはちょっとどうしようかなと、別になんか使う用途ないんですよ。で綺麗でもないしね、使う用途ないからどうしようかなって感じやし、これが撮影部屋、ここです。僕の撮影部屋ここ、わけわからんレンガみたいなのあるけどもね。でこれが僕の、デスク周り、デスクはここに置くと。で奥側でちょっと商談するというか、僕のとこにねあのサラリーマンの人たまに来てくれるから商談するとき、でこれはトイレということでやっております。まあこんな感じでね、下降りていくんですけども、内装入れるのは下に入れていきます。壁紙とか、あと床かな、こう木みたいなのが僕嫌なんですよ。だから木じゃなくてちょっと変えていこうかなっていうことで、まあこの辺りはねちょっとガラッと変わるかなと思うんですけども、こういったことでちょっとまあ新オフィス皆さんね楽しみにしていただければいいかなと思います。まあまずはある程度仕上がった段階でその新しいサービスするとか言ってるけども、そのもっと前に先やることとしては、メンバーシップの方々をちょっと招待したいなと思ってまして、よくあの動画のエンドロールでここから流れてきますよね、ザーッとメンバーシップの方みたいな感じで、よくテレビとかでスタッフ美術担当とかいっぱい出てくるみたいな感じで、その人らのおかげで僕はこうやって、いろいろお話しさせていただいておりますので、まずはその人たちをご招待して、普段タクゾーこんなところで喋ってるんですよなんていうのをやってから、そういったサービスとかやっていけたらいいかなということで、まずはちゃんと感謝するべきところには感謝する、でその後に自分のやりたいことをどんどんやっていって、それを求めてくださってる方、実は僕もパーソナルのまた勉強中なんやけども、もう今の現時点でぜひやってほしいっていう方が結構いてくれてるんですよ。だからその方々のためにも一生懸命勉強して、こんだけ服持ってる僕やからこそいっぱい着てくださいと、でいっぱい着た上でどれが似合うか一緒に見ていきますよなんて言ってね、あこれ似合ってますねとかね、これちょっとじゃあやめときましょうかとかっていうのを、全部、着てもらってもいいし、なんやったらそれを動画にします。で動画にしてプレゼントするっていう、だから、あなんて言ってたっけなっていうのがないようにしっかり動画の中で収めておけばいつでも見返せることができる。あそしたら拓蔵そういやポロッと言ったけども、なんかイエローが似合うって俺のこと言ってくれてたなとかね、拓蔵ポロッと言ったけど柄が俺似合うって言ってくれてたなとかっていうのをついつい2時間も3時間も喋ってたら何喋ってるか忘れるんだけども、それを動画にしといてギュッて編集したものをプレゼントするという感じのねサービスをしたいなと思って、ただ診断するだけじゃなくてちゃんと思い出にも残すし形にも残すし、あとはいろんな服も着れる状態に仕上げたらよりこう満足度が高まるんじゃないかなということでね、そんなサービスを月に1回だけやろうと思ってます。もうそんなもう毎日やったら疲れちゃうからもう僕できなくなっちゃうので月に1回しかしませんけども、まあ、そんなことやろうかなと思って、まあ枠もほんま3枠とか4枠だけでもう十分なんですよ僕からしたら。もうそれだけで十分なんけども、まあ、そういうことをやっていきたいなというふうに思ってますので、まずは引っ越しというということで、まあ、引っ越していく中で、ちょっといろいろどうやっていこうかなとかっていうのもあったりするのでね、まあ、またそれはちょくちょく皆さんにお伝えしていこうかなと思うんですけど、まずは引っ越しが決定しましたと。で、引っ越し業者も決定しました。内装も入れます。その中でどう変わっていくかまた楽しみにしておいてくださいというのが今日の動画になっておりますので、本日はですね引っ越し決定という動画になっております。今後楽しみにしてください。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。